ラゴンの倒し方の違い、初心者の場合。ついにここまで来た。エンドラ討伐、装備はネザライトボールにクルエンチャントの弓、直接攻撃する前にしっかりとクリスタルを破壊、防御貫通のドレスには一番注意する。あと少しだー。やったー、討伐大成功。上級者の場合、さっきサバイバルを始めたんだが、エリトラがないと何もできないよな。そういうわけで、ドラゴンを倒しに来たぜ。こんな感じでポータルの真上から水を流せば、ドラゴンを跳ねることができるぞ。クリスタルの回復も届かないから、装備なしで簡単に倒せるぜ。作業系実況者の場合、お久しぶりです。ランサムウェア勇気です。今回は、エンダードラゴン無限死トラップを作ってきました。1分足らずでレベル100という驚異の効率。これを使ってレベルを、51200まで上げたいと思います。そんなに上げてどうすんのよー。ハッカーの場合、